女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。今は前を向いく。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。まとめて相手してやる。どうしたら、まとめて相手してやる。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。やる。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班にはいいのは、この監視者だ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。まとめて相手。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれんな。まとめて相手して行く。ここで時間を費やすわけには。行く。やる。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。僕の仲間を死ね。味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。行く。すぐに片付けてやるぞ。了解しました。死んだ。助けられたかもしれないのに。すみません。後方に回って巨人を止めます。悪いな。行く。ま
止めて相手して。まとめて相手して。まとめて相手して。援護感謝します。これの後ろは任せてください。まとめて相手して。どうして。やだ。押されてるじゃない。入れますよ。了解しました。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。まとめて相手して。行く行く。面白い気がしやがって。見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。遅い。さっさと決めろ。進みます。加速します。走れ。このまま逃げ切る。早く進め。撃て。俺とは一旦別行動。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。今！まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。